シーズン2。晴れた頭はもう手遅れ。B 型なんでそこはご了承。毎日毎日うざいポストをするパッキポッキです。はい、パキポキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は日曜日ということで、お休み最終日でしたですね。いかがだったでしょうか。私は、はい、バリバリ仕事です。ザマーミローでーす。ほんとザマーミローですね。もうほんと今週休みなしでやっておりますが、はーい。まあ、といっても休みの日もね、まあ、これやってますんで、休みはないんですけどですね。はい。今日の天気、めちゃめちゃ天気っすね、今日ね。はーい。で、まあまあ、ぼちぼち肌寒い感じやけど、今日は、ですね、昨日寒かった。結構寒かったですね。はい、いかがだったでしょうか。今日日曜日ですね、バンクシャーの吉野さんの方、なんかイベントに参加するような感じの、なんか CM というか、はい。もう最近ね、なんかもう宣伝しなくてもいい、完璧な仕上がりのフライヤーをこう上げられてますので、はい。なかなかこう、宣伝できないというね、はい、もどかしさもあるんですけど、ねえ、いえいえ、していいよとかって言われそうですけど、あんだけ綺麗な、ね、フライヤーをされている中で、私のふざけた絵が、入るのはどうかなとかって思うんでですね、ちょっとやめとる。しかしこの前もライブちょっと見たかったんですけど、録画されてなかったですね。残念やなと思ってですね。はい、まあ、ちょいちょいライブされてますんでですね、よかったら皆さん、まあ、ご存知ですかね。はい、バンクシャの吉野さん、はい、すごく面白いんでですね、ご覧になってください。昨日もポツポツライブされてましたね。してたけど、ちょっと昨日ちょっと覗かなかったですね。優作さんが結構早い時間になんかライブずっとされてましたですよね。ただ、するようになりましたね、優作さんもね。いい感じじゃないですか。だいたいお休みが週末なのかな。その時はなんか、家族とね、お食事をしてる風景だとか。夏だったんですかね、なんか外でバーベキューをやってるとか、ああいうのいいんじゃないかなと思うんですよね。はい。大勢のとこね、前でこうライブするやったらいいですよね。なんか、ピンでこう映ってるよりは気が紛れるので、はい。結構喋るのも黙っとってもその雰囲気を見れば楽しかったりするんでですね。はい。まあ、お子ちゃまが出た時はね、もう本当、大渋滞になってましたからですね。なんかね、プリキュア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 とかやがましいわって言ってね。とは言ってませんけどね。はーい、そんな感じでしたね。もうずーっと、先週からもずーっと言うとありますけど、ボンバックスのメーデル会と、ね、秘密結社タートルズということで、いやー、意外と会員証が気に入っていただけて、はーい。今ライブ落ち着いてるんですかね。もうボンバックスの方も皆さんもちょっと 薄くなってるんですね。もう黙っとこうとか言われたらしますけど、はい。タートルズの方は干渉なんか結構、新しく入ってきた人ちょまげちょまげとかですね、はい、不思議なキーワードで頼まれてますけど、はい。まあ、すいませんね、ちょっと端的にしかちょっと相手ができないんですけど、だからちょっと新規でフォロワーさんが増えてるところもあるので、もう誰が誰かわからんっていう感じですね。はい。会員証を作っても全然頭残ってませんからですね。よっぽどインパクトがあったりとか絡みがあったりとかですね。はい。だから、まあ、そこはもう勘弁してください。もうおじさんの頭の限界ですわ。はい、まあ、そこら辺はね、ご了承くださいということですね。さあどうでしょうか。まあ今日とか結構あれですね、植物にはええんじゃないですか。今日は天気がいいし、さすがに植え替えとかはもうちょっともう厳しいんじゃないやろうかと思うんですけど、皆さんいかがなんでしょうね。はい。それはもうな、なかなかね、もうちょっと寒くなったら怖いよね。やっぱちょっとまだグラグラしてる子がやっぱ多いからですね、もう毎回ですけど、ちょっとそこだけが心配かなと思うんですよね。はい。メダカちゃんもですね、まあ順調というか、はい、とりあえずは死んでおりません。はい。ですね。
さてさて、あと何かあったかな。そうですね、やっぱりイベント、今度なんか大きなイベントがあるらしいですね。なんかあの和歌山の兄貴がポスター上げてましたけど、またそこもびっくり、今度ちょっとコロナがね、こんな感じなんで多分相当人来るんじゃないですかね。写真なんか撮ってる暇冷蔵ってなるかもしれませんね。まあ賑やかになるのはいいことですけど、またねこうバーンとまた出てきたら嫌っすよね、コロナがね。皆さんそれもくれぐれも気をつけて最低限のことはしていってほしいなとかって思っております。はい、じゃあこの続きは YouTube で。バキコキさんのブラキ、はい、バキコキさんのブラキ、あったかきです。はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。ボンバックスをめでる会で、企画が今打ち出されております。まず会員になっていただくっていうのが条件ということと、あとボンバックスになんか似合う、鉢、それを、まあ、写真なり、撮って、で、モスクワさんに、DM で送ると。はい、で、まあまあそれで、あれですか、モスクワさんが、ポストするのかな。はい、こういうのがありますよみたいな。で、それでみんなで、これがいい、これがいいっていうので選んでいって、最終的に、この8人がいいですね、人気があるみたいですねっていうところで、その中のちっちゃかから抽選で、8かボンバックスをプレゼント、なんか購入券、なんかそういうのなんか書かれてましたね。はい、まあ、なかなか複雑な企画だったんですけど、はい、もうまた真がようわからないところもありますが、はい、楽しんでいければなと思っております。で、実際ボンバックスってなかなかいい値段します。はい、そうですね、高いっちゃ高いよね。はい、結構そこそこ値段しますので、あれらしいですね、なんかバオバブとかあっち系の、部類に入るんでしょ、ボンバックスって。あ、デカくなったらバオバブ系の形になるとか言ってね、なんかネットで書いてましたが、はい、どうなるのわからんすけどね。はい、で、あと非公式になっております、スズリでコーチジャケットですね、一応販売しておりますけど、わあ、びっくりした。いや、全然でも全然売れんもん。高いもんな、やっぱな、 T シャツとかやったらね、値段が安いんでしょうけどね、やっぱジャケットになってくるとやっぱそこそこジャケット単体自体が高いからね、やっぱなかなかそこら辺は難しいですよね。あ、まあ、1000円2000円で、ね、作れるジャケットだったら、まあ、多分もう相当ボロボロやけどですね、すぐ破れますわっていう話でですね。スタッフジャンパーとかね、ペラペラのあるじゃないですか、イベントとかでよく聞いてる、スタッフって書いてる、まあ、ペラペラのね、やつだったら素材的にボロやから安いできるんでしょうけど、もうどうなんでしょうね、ああいうのって背中のせっかく描いた絵もボロボロになるんじゃないですかね。まあそこはまずわからないんですけど、はい、まあ、ちょっとこう気軽にね羽織れるような、ね、ちょっとおしゃれチックなやつや、ね、デザインやったらいいのかなとか思いながらですね、まあ、今からちょっとね、やっぱ寒くやっぱ冷え込んできますんで、ああいうのがあるとね、ちょっと羽織ってねいいのかなとか思うんですけどね。はい、まあ、よかったら見てください、分からなかったら DM くださいっていう話ですね。さて、もうとりあえず日曜日もありますね。はい、まあ、もう全然、まあ、今日今、出勤中なんですけど、まあ、全然車少ない。はい、いいね、みんなお休みしておりますねということで、今日は外で洗濯機に行かない感じですね。仕事です。はい、じゃあ、あとはそうだな、何も変わったことないね。はい、また来週も、ね、来週やっとちょっと休みがですね、多分休めると思うんですけど、またちょっとわからないですけどね。はい、頑張っていこうかなとかって思っております。
じゃあ明日は月曜日ということで、はい、またザ・マーミローデースが始まりますですね。はい、皆さん気合い入れて、頑張っていきましょうということで、はい、今日はこれで以上です。テッケリーシー。